どうやってヒカル君倒したんだっけ CR スーパーカズノコタイム SKT 実際龍吉のキャミーもヒカル君に相当勝ちそうやったから、まあ行き先やけど、やっぱ秋にはキャミーなんだろうなって思った。あれもなむずそうやったな。3刻みじゃなくて2刻み SA3 やったら結構有利なってたかもなみたいな時もあったしね。 JP 秋どっち有利なんでしょうね。あれまあ多分トリグラフをいい感じに当てれたらっていう風に素人目には見えてんけど、まあそんな簡単な組み合わせじゃないやろな。あれはお互い遠距離でやることもあるし、完封してるように見えたけど、あの多分ね流星はあの ODB 波とから試合を作りたかったんやと思うんやけど、光くんがちょっと ODB 波との受けが上手くてちょそっから試合作れなさそうで、ちょっと流星困ってましたね。あれはおそらく ODB 波と軸なんだろうなって思いましたね。ただそう ODB 波とのしのぎがやっぱ光くんがすごい上手くて、なんかそっからの展開で頑張ろうかなって多分流星は思ってたと思うんやけど、まあ、それがちょっとうまくいかなかったなっていう感じに見えましたね。ラブあのねバーンアウトラブーシカはあれはマジでガード練習してたヒカル君偉い。あれ一応ねガードできるんですよ。2個あってあの完全レンガルートやとしゃがみこパン中足中足、まあ、あれはもう結構みんなガードできるようになってきてんねんけど、しゃがみこパン、ジャンプ台パン、前中継ってやるルートがあって、そっちは結構むずいのね、ガード。まあ、レンガじゃなくなんねんけど。中段ガードした後、速攻、下の球来るから、もうガガガぐらいで、レバー、やんないとダメなんやけど、ヒカル君はそれの、あれ、ガードの練習もしてて、超偉かった。あれはね、ガードできますよ、慣れたら。ちょっと見てみる。ちょっと俺レシピ完全再現できるか怪しいけど、あれはねアークゲーだったらもっときついのいくらでもあるから、あれは別に練習次第でね、あれガードできる。あのめっちゃよくある発動が、これよね。これはあの超よくあるやつ。あてかごめん、これバーンアウト中じゃないわ。バーンアウト中あのずれるガードバックで、これは超簡単で、多分流行ってるやつが多分ね OD トルバラン、これあほらこれ流行ってるやつ、これそう。あのねレシピを知ってるかどうかがすごい大事っすね。あのこういう連携はてか レンガなんですよ。あれトルバラン、あのスパキャンがオーディトルバラン発動、どこまでレンガどこまでやろ、なんでここがレンガじゃない。いやごめん、レンガにする方法あるんかもしれんけど、なんか俺のやり方じゃなんか無理やった。普通やったらこれはその JP 使いの人に聞いてほしい。こういうのは僕覚えるの得意なんですよ。出身芸がもっとやばい連携しかなかったから。じゃあ昔のエディはあのギルティって中下段が同時に重なったら1フレずれるっていう仕様なのよ。だからフレーム上は完全同時に重なってんねんけど、一応1フレでガードを切り替えたらガードできるっていう仕様っていう仕様なだけ。いやでも俺結構エディのガーフガードできてんな、後半やりすぎて。だ俺とか51とかフェンはもうこういうのをしのぐのはもう慣れてる。元いたゲームがもっとやばいゲームやばい連携多すぎて、ザトウと荒くね、いやザトウと荒くねと、カルルとレリウスとライチとレイチェルとディズイとラムレザルとエルフェルトとミリアと、まあだから多分ね体勢のない人はああいう連携見たら、いやもういいってもうよくわからん崩しすんなって、ってそのヘキヘキする人結構いるんですけど、我々はおなんかそれっぽい連携来たな、よーし調べるぞガード方法みたいな感じになるんですよね。だからまあ全然別に個人的には嫌じゃないでね。いやいいのがね、
ああいうのガードしきるやんか、相手の苗が伝わってくるのがマジでいいのよ。もうダメージ絶対取れるっていう感情を、そこでそろばん弾いてるから、ええってなんのよ相手。もうその試合はかなり勝てる。いやだからアークゲーマーって2択って弱いなって言うのよ。2択は 50% でしかダメージ取れないから弱い。やっぱガーフじゃないと。完全2択って言うけど 50% リターン取れへんねんぞ。弱いやろ。いやガーフじゃないとやっぱり。いやだって 50% でリターン取れないんやから、なんかいや強いけど強くないみたいなっていうね。あ、五択はね、いい。五択はほぼ崩れる。五択は崩れるよ。五択は、大体表中段、表下段、裏中段、裏下段、投げっすね。格ゲーの五択は、まあ大体、その5つ。中下が表と裏であって、で、投げも含めて五択。9F10 のルオン壊しガードしたら4択やったぞ。ルオンいいキャラよね。それこそマメスパ先生魂のゲーム、アルティメットマーブル VS カプコンとか、なんか5択余裕よ、ちなみに。いやそう、ほんまの崩しが強いゲームってあれなんですよ。最初に表裏何回かやって、いやー表裏崩れんかったな、相手偉いな、じゃあガフしようで終わりっすよ。うわー崩れんかった、だるー、ガーフしようで最後ガーフで崩して終わりみたいな。ゼロゼロ。いやガーフが安かったりするんですよ。ちなみに2択で崩した方が高いとかが結構あって、まあ、だから最初期待値高い2択やって、崩れへんかったらじゃあまあガーフで確定ダメージもらうかみたいなとかもある。城のために治療でガードさせる人だから最初は勝利行くしかない。ああ、そうか、出現攻めからの話やからか。まあ、アークゲーはそんなんでしたね。最初、2択で崩れたら、もう、死亡リーチぐらいまで行くけど、最初からガーフしたら、ちょっと期待値低いから、なんで流行ってたん？いや、面白いからよ。アルカプはやっぱ圧倒的に面白いから流行ってたよ。フォクシのガーフは壊し連キャンじゃなかったっけな。そう、コアコアの、壊しを、連キャンするとなぜか2段目の壊しがガーフになるっていう、まあ、バグで01フォクシーやりすぎて友達に殴られました。まああれは殴られても仕方ないキャラっぽいっすよね。さすがに殴られそうなキャラっすよね、ちゃんと。まあクソキャラやっぱ加害者と被害者両方いるからな。ネオさんそれめちゃくちゃ議論のあれずれてんのに気づいてなさそうなのがいいような。